Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。Call of Duty Black Ops 3を GEM4 というコンバーターを使ってやっていこうと思います。なんでマウスとキーボード。ただ今ね、11月7日の時点では、Call of Duty Black Ops 3の設定がないんで、アドバンスウォーヤーで代用してます。それじゃあ行きましょう。クラス作成。まだ作れないよね。作れるのかな？あ、作れんじゃん。とりあえず、どれがいいかな。サブマシでやってみるか。安定したらいいね。バランス、まあバランスでいきましょう、まずは。これ最初から全部できんの？ローカルじゃねっつうの。そんなわけなかった。はい、マルチプレイ。最初、このグラビティストライクの使い方がよくわからなかったな。で、どれをアンロックしますかって。環境音入ってますけど、日常ですから。キネティックアーマーいいじゃないですか。近距離の敵すべてを破壊。いいね。あ、いいじゃん、これで。移動速度上がってもあれだから、もうグラビティと。あれ、どうやって使うのかわからん。結局わかんなかったですよ。そのグラビティストライク使うボタン出てないでしょ。マニュアル見ちゃう。いや、マニュアルなんてねえし。最近のマニュアルなんてない。ゲーム内の解説にてっていうマニュアルなんてない。最近のないからね。グラビティストライクの使い方が結局わかんない。まあ、いや、そのうちわかるよ。アリーナ。公開マッチでいいよね。クラス作成。サブマシンガンでまず行こう。わかんない。アサルトの方が強いのかな？最近の傾向だとアサルトの方が強いから、アサルト行きましょう。最近の傾向は本当にそれ。スロット、アフターバーナー。まあ全然レベル上げないとできねえよって。ニーウェブ、まあ、コアで。モードが多いんだよね、相変わらず。どんくらいいるのか出てくるのかな。あ、プレーン出てこないわ。まあ、TDM、ほとんど TDM とあとフリーフォールとか。お、すぐマッチックした。すげえな。さあ、行こうじゃないか。
凶暴。凶暴。もうちょいなんか名前ねえのかなみたいな。始まるぞ。さあ、久方ぶりの、1年ぶりぐらいでしょうか。プレイステーション4での FPS。勝手に。俺はどれ？グラビティスパイク。いや、はっきり言って、もう PC 版も人がいないので、いないことは分かってるんです。いや、いても、最初の1週間とかで本当に人いなくなるんで、全然できなくなるから。援護は任せて。あ、これで行こう。さあ、行きましょう。初回プレイというやつです。さあ行きましょう。ブブブブブブ、いらねえな。これどうしよう。どこになくせ、振動機能なし。振動機能が余計なこと。死んだか。レーダーも結構出てるんですね。マップが分からん。おお、なんだこれ。ロマン。バグった。トラブった。見事にトラブっております。笑うしかねえ。しかも死んでねえし、人がいない。あ、スライディングキックはできないんだ。キルした。近く。船、生き残ったぜ。エンフォーサーキル。エンフォーサーキル。抹殺した。抹殺した。めちゃくちゃにしてやる。 LR と R1 を押す。お、なるほどね。教えてください。脅威を処理。脅威を処理。もうちょいなんか日本語おかしくね。脅威を処理。英語の方がいいね、やっぱり。なんか英語そのまま言うからさ、おかしなこと言ってんだよ。ルイン、KIA。敵 UAV 発見。
狭いね。アウトライダーダウン。アウトライダーダウン。あ、スナイパー。これどうやって LR と F1 だ。どうでもいいところで使いたくない。あれ、グラビティスプライク。無敵にはならないね。ダウン。FPS、久々の FPS でございまーす。敵 UAB 空域に侵入。あー、やられた。微妙に負けておりますな。やはり、日本語化しなくてもいいかなっていう。敵を捕らえた。狭いね、マップが。すごく狭いね。敵 UAB 発見。いや、あれじゃね？エイムアシスト入ってるよね。入ってる入ってる。と思うわ。バッテリー契約ね。敵がライトニングストライクを出撃させようとしている。ほんとすぐ死ぬね、このゲーム。もうちょい硬くてもいいんじゃねえのっていう気はするんですけど。敵のケアパッケージ。今のは必要はない。起動して報告せよ。最悪だ、最悪だな。隠れてないで、もっと前に出て戦え。まあ、このキルカメラは意外と当てにならないですからね。昔から。命令が相手だ。満足して死ね。満足して死ねって。なんかすごく静かになりましたね、うん。静かになりましたね、昔に比べると。まあ、そんな感じでございました。まあ、ぼちぼち少しずつやっていこうかなって感じですね。まあ、ただ、ほんと昔と何もやってることが変わらないから、もうちょいなんか変化が欲しいなっていう感じではありますね。BO2、BO1、まあ、アドバンスボイでもそうなんですけども、FPS って基本的に一緒なんで、そんな感じでございました。それじゃあ、最後まで見てくれてありがとうございました。少しずつ調整していこうかなと思います。シルビーでした。